やっほーみんな、どうもこんにちは、いくちかです。今日もかなりやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。そんな感じで今日はですね、スカウトをやっていきたいと思います。もう今日は準備してあります。以前リクエストいただきました、オリックスバッファローズが優勝した日のスタメンでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。1番がセンターで福田周平さんです。大阪ですね。大阪出身でございます。オリックス今黄金期来よるからね。いや、いいよ。黄金期ね。はい。うっしゃー！ふぅー！大阪におったね、藤本。なんか、運命感じるわ、ビッグフェイス。来年もよろしくお願いします。まあ、角田も強いね、全然。今回なんか、神回の匂いがするわ。いきます、旅行、オッケー！じゃあ、楽しんで、今日もやっていきましょう。よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。モース！これは効率を一回取らせてくれ。申し訳ない。で、その後にスカウト行きたいと思います。案の定今日もほぼノーカットでやらせていただこうかなと思っておりますので、ぜひお楽しみいただければなと思います。お願いいたします。はい。で、次がですね、2番が、サードでムネさんですね。ムネさんなんか最初の方になんか打率低かったなと思ったけど、なんだかんだ2割7分1厘まで戻してんだよね。すごいね。ムネさんは東京なんだ。東京か。東京どっち出身なんだろう。東京の、ちょっと待って、調べてくれね。ムネさんね、東京都武蔵野市出身らしいです。武蔵野市は多摩地域だし、西東京でいいでしょう。西東京にしておきましょう。はい、勝手に西東京にします。はい、バランスか。バランスか。俺的には東東京の方が好きだったけどね。はい。お、コーリードいるよ。いいね、いいね。ナイト。ナイトいいよ。ナイトでいいよね。広角持ちの早川かナイトだったら、さすがにコーリード取るでしょう。ここはコーリード取りに行きたいと思います。これで一人スタメン確定ですね。キャッチャー A だと嬉しいなぁ。さすがにこれはキャッチャー A 引けると嬉しいなっていうところが私の解釈の中であります。お願いします。よし、で、ここら辺ですね。どうしようかな。どうしていこうかな。ダンベルで行って、本当はね、ここら辺を常にカットしたいのよ。本当はね。本当はね。俺、水のもの飲みたいし。よし。おい、みんな、水飲んできた。はい。ね、平さんが打たれてるの、球速が変な気もするんだよね。球速上げます。で、斎藤さん、こっちの斎藤も球速上げます。で、あなたも、飯田も球速上げます。うちらも球速上げます。水谷も球速上げます。もうみんな、脳筋になろう。みんな、脳筋になろう。はぁ、あ、なぁ、みんな、脳筋になろうぜ。脳筋に。なぁ。はい、ごめんなさい。長井は、ちょっと、オフシーズンなんで、補給上げます。青柳マジェル頑張ってんね。このまま頑張ってくれ。石井はパワー。はい。鈴木くん、肩 A まで持ってきます。佐藤の丸見え。丸見え、もうミートパワーでいいかな。かな。いや、総力 C まで持ってこう。クワバラは弾道さんになってすごい素敵な能力になってます。肩と補給あげましょう。はい。アベレージヒッター、ミート、鈴木補給。で、総力上げましょう。ギータをここまでいたらと補給。岡島さんを、一回ここは守備行きます。上田は適当に上げていきましょう。上田のなんかこの器用貧乏感たまらん。たまらんぐらい好き。多分ね、秋大会で、ショートやると思うんだよね。おそらくだけど。はい。俺の予想だとですけどね。はい。あくまで俺の予想なんで、あまり当てにしないでください。はい、行きましょう。最高級にいい練習。オッケー！最高級にいい練習だね。はい、皆さん。これでも最大にするのもいいけどさ。ここでスカウト来てほしくないよね。来たらマジで俺泣くわ。泣くわ、来たら。来たら泣くわ。来たら泣くわ。来た。効率優先するか、さすがに。オッケー。これだけど、こっちも渋いな。もう一個だけ。スカウトあるのね。あんまりね、ここ、スカウト行きたくないのよね、現状。スカウト行くとさ、カットじゃないや、あれなのよ。あれしなきゃいけないのよね。もう一回再リセットで入っちゃうからさ。うーわ、ダメだこれ。え、どうしよう。ダメ、どうしても行くってなっちゃうわ。ちょっとアイテム買うか。アイテム買いましょう。いや、もう行くか。スカウト。いや、スカウト行っちゃってもいいんだけどさ、正直。あ、今、私、10月の18日の朝、撮っております。はい。この後も血が出ると思いますので、お願いします。ここら辺カットしろよって思うでしょう。
カットしたいよ、俺だって。俺だってスカウトカットしたいよ。スカウトね、本当に動画自体、いろんな人が上げてらっしゃると思いますけど、マジで多すと多すぎんだよね。編集してる、うん、ごめん。あとね、普段動画撮影してるからこそわかるけど、ああ、これ多分オンストしよるな、みたいな。ああ、オンストしてますね。はい、みたいな。結構見てて思うね。たまーに栄冠内の実況見たりするけど、好きじゃないんだよね。あともな、あとは生放送の切り抜きするとかさ、そんぐらいじゃん？なんかできるとすれば。はい、よし。惜しいやない。かけよう！もういい指示が来るのにかけます、俺は。来い！オッケー！俺の、クワバラ聞いた。クワバラ聞いたっす。結構全員当たりだね。全員当たり。全員当たり、ここだな、ここ、なんかつけギーター、鈴木にもなんかつけたいな。はい、マルチ弾もつくし、ここでいいんじゃないかな。ローラで東大行くと、サイトもそうだけど、なかなかいい。クワバラ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 、バント職人つけないか。まあ、クワバラに阿部ヒとかつけたいけど、面積にここバント職人の攻撃がする。水谷ケツバル狙ってない人が来るね。ってことは、これは、何かしら狙いに行ったら、いいのがつくんじゃないか？もしかしてだけど。松のあたり、なんか、クワバラ阿部ヒ！クワバラ阿部ヒ！やったー！クワバラ阿部ヒやったー！これはバケた。クワバラ阿部ヒはバケた。で、岡島さん、青柳。岡島さん、青柳。まあ、岡島さんにね、広角とかついたら、マジで激アツだけどね。さすがにつかないよな。ごめんなさい。よし、こっから先ですね。スカウト、やっていきましょう。今日、次、3番が確かね、吉田正尚さんだった気がするんだよね。違ったっけ？ 3 番は、あ、違う、中川さんだ。そう、中川さんも今年復活したよね。大阪、ごめんなさい、大阪は、行ったんで、カットします。吉田さん、正尚さん、正尚さんは福井ですね。そう、福井の星ですね。クリリンが真似してる。行きましょう。お、武藤強い、武藤強い。これは武藤強いよ。武藤強し。武藤強しですね。武藤強し行きましょう。大体の切り札。できるだけ今回は取ろうかなと思っております。はい。マッチョマンですね。メジャー行くのかな。早くメジャー行ってくれ。正隆さんと山本由伸さんはマジで行くべきだと思う。本当に早く行ってくれ。メジャーに行ってくれればもう、メジャーに行くといえば千賀さんよね。次、西野さん。そう、5番でセカンドに西野さんやで。さっき東京行ったんで、今度は東東京に行きます。西野さんは東京らしいです。さっき西東京言ったからね。コーリード2人目はいらんな。はずかにコーリード2人目はいらんな。ここはスルーさせていただきます。ってことはさっき、全国のエコー取りに行けばいいかと。ミスったか。22、23、24。来るかな。もう弾道経験で上がっても意味ないんだよ。孤立。孤立だけ引きたい。孤立だけ。孤立。孤立を引きたい。孤立引けなければドンマイ。効率できなければドンマイでいきます。来いよ。効率効率効率レギュー効率じゃない。感染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 来い。感染。あのみんなあれだって、千賀さんメジャー FA 講師絶対するって。その絶対するってのはなんか一部ファンからさ批判で取ったけどさ、別に良くない？もう5年ぐらいずーっとメジャー行きたいメジャー行きたいって言ったから、逆にこちらこそ申し訳ないだよね。ずっとホークスのために残ってくれてありがとうって。他球団に行くってのだけじゃないから、メジャー行くかホークスかってなったら、俺的にはすごく嬉しいですけどね。ようやく夢よ。てか、俺がメジャーリーグをまともに見る時が初めて来たよ。ワッチの時俺まだ小学生だったからさ、見る機会とかがなかったんだよね。だから本当に今回は、千賀さん入ったチームのことをメジャーを応援しようかなと思ってます。これで来なかったら、もうそのまま行っちゃいます。はい。行きます。こういう時に効率引くんだよね。違ったま。よかった。よかった。よかったかもしんない、意外と。そういうところで良かったのかもしれない。最初にします。最初にさせていただきます。で、ここをスクワットいきます。ここスクです、ここスク。なんか、ここスクって悪いよね。下でいいかな。本屋さん行きましょう。本屋さん狙いで、いい本をきっとくれるでしょう。彼は。俺は信じます。彼はきっといい本屋さんだと。俺は信じます。で、遠投使います。パン屋さん、泊まりましょう。負けないチームができてるからね。今本当にいいチームになってると思うよ。今チームええ感じやねん。ここいいか、もうちょいやるか。おしゃべりしながらやりましょう。なんか前少し動画でも話したけど、
選手批判が批判超えすぎると本当にね、見てるこっちはすっごい気分悪いからね、できるだけそういうのやめてほしいなって思う。選手だって一生懸命やってるし、別に犯罪者じゃないし、この辺叩くのはお門違いだろうなっていつも思いながら見てます。はい、私はすごく野球が好きです。来年もホークスを応援します。お願いします。皆様も一緒に野球楽しんでいきましょう。野球好きなんだからさ、みんな野球好きに悪い人はいないと思ってるよ俺は。もうそういう逆に悪いことしてる人はもう野球好きじゃない。はい、素敵な応援でホークスをさせましょう。はい、ホークスファンどんぐらいいるのかまず分かんないけどね俺は。ホークスファン何人いると、はい、何人いますかホークスファン聞きたいね。ホークスファン何人おりますか。はい、孤立、素晴らしい、孤立上がったんで、ここマックスにして得できます。マックス得だ、マックス得だ、マックス、マックス、ムラムラで、おむすび2個で、ここ水はけのいい位置で使い、なんか壊れたのが2つあるんで、刻む楽しみ券を使います。ベンプレー打撃マシン、はい、 OK で、これで土は99と、素晴らしい。先行きましょう、先に先に水はけのいい土、あ、水はけのいい土使ってないんだけど、雪だけ使ってないじゃん。まあいいか。練習効率もさらに上がるんかい、さらに練習効率上がるんかい。スカウト行きづらいの、あ、勉強してたら嬉しいです。はい、後で締めておいてください皆さん。はい、次が西野さんの次がトングーさんですね。トングーさん今ファースト出てるんだね。岡山です。岡山、岡山、岡山、投手中心、投手、おっしゃい、ふう、来た、天才来た、天才来た。これはマジで詐欺師だったら、お前油そばだったらマジで激おくブンブンバラだからね、覚えたぞ名前。ほんまな、ほんまにお前ほんまに天才だからな、しん、もう信じてるぞお前、俺はお前のこと信じてるぞ。ゆきちか、お前のこと信じる、マジで任した。さよなら男だから、さよならバイバイしないでね。マサラタウンにバイ、さよならバイバイやらないからね。次、トングーさん神だな。で、紅林さん静岡、紅林さんって静岡だったんだ。2年連続規定打席じゃなかったっけ、確か、確か、ごめん違ったらごめんなさい、違ったら訂正してください。と静岡、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 おお、酒井面白いな、酒井面白いけども使わないんだよな、天才来ちゃったら。まあいいか、取っとこう、酒井取ります。で、そうだね、今年は2割2分4厘で打数450、多分規定打席到達してるね。ホームラン6本でした。はい、2本。友達がさ、てか友達か、編集の子がさ、実はあれなんだよね、オリックスファンなんだよね。はい、ギータマッチ、特能の数的に、いや、マッチでもいいんだけど、ギータに阿部ヒアあたり狙いに行ってもいいよな。あ、阿部ヒアないと、阿部ヒアないと、ごめんなさい、狙いすぎました、申し訳ございませんでした。3で止まります。 OKOKOK、 いいよいいよいいよ。で、そっから先攻めるところを攻めたいので、2で1でいいかな、2で1でいきます、2で1で、2で1、2で1で、ストレッチ使い、1,2,3,4,5、興奮、興奮かい。ここからは記者チャンスですね。皆さん、やっていきましょう。よろしくお願いします。私と一緒に記者を。やりましょう !2 個かな、今回記者。今回の記者も2個だね。バン記者、バン記者言うてな。平沢。あのね、ノーカットのね、楽なとこってなんでか、何かっていうとね、すごく編集が楽なんですよ。はい、裏話を話すとですけど。編集は本当に楽。マジで、ほぼカットしかしないからさ、まあ、普段もそうなんだけど、普段からカットしかしないんだけどさ、そう、本当にね、編集はめちゃくちゃ楽だね。だこのこんな感じのテイストの動画がいいよって言われたら、全然もうちょいやらせていただくので、ぜひ行っていただければと思います。お願いします、私に楽をさせてください。パワー、鈴木はとりあえず補給を A まで持ってきたいけど、どんな感じ、そうだね、 A まで持ってきちゃおうか。で、パワー、ギータも補給、守備はいい感じになったんで、チラッと総力いきましょう。はい、で、ミート。上田はショットの散歩地を覚えさせました。お願いします。頑張ってください。いやー、ダメか。さすがに最近ね、正直記者引きすぎなんだよね、俺。マジで生放送でもそうだし、普段から、あー、効率上がった。効率上がったかー。普段から記者引きすぎなんだよね。だから、そろそろ来なくてもおかしくはない。はい。そろそろ来なくてもおかしくはないです。来なくても攻めません。全然攻めません。はい。あと、一個かな。ここにかけます。ここに全て俺がかけます。頼む。記
記者来てくれたら俺は発狂します。はい、もう何でもします。記者来てくれたら、来てくれたら俺も何でもいいです。はい、お願いします、来てください。あ、来ないかね、笑いの前、どんまいすごくどんまい、すごくどんまいです。はい、で動画の時間長すぎるのはなんなので、ここは野球マス止まってからもうひたすらにスカウト行きたいと思います。お願いします。山本由伸さんかな、言うとしたら斉藤、青柳、鈴木、青柳かな。青柳にこれね、意外とチャンスメーカーとかついたらすごく使いやすい。ダメかい、ウルトラソウル。はい、で行きましょうか。次、北さんです。北さんですね、去年のドラフト3位ですね。去年じゃなくて2020年のドラフト3位ですね。はい、行きましょう。今年でも打率1割3厘だけど、ファームの成績で7本打てたりとか、まださすが将来性の塊って感じですね。今日トッププロスペクトじゃなかったっけ、ポルプロスペクト。はい、トッププロスペクト合ってるかな、言い方。はい、天性のヒットメーカー松丸、これ強いわ。松丸取りに行きます。で次、伏見さん。オリックスさ、森友哉さん取るってなってんだけど、どういうことなんだろうね。取っちゃうの森友哉さん。森友哉さんマジで取る。あ、次、伏見さんですね。伏見さん北海道らしいです。ごめんなさい、ちょっと打撃の方いっちゃいました。あ、これ強い、これ強いぞ。柳は強い、柳いいぞ。で残り2件、この日の先発田島さんですね。この日の先発は田島さんです。栃木です。栃木。やっぱこういうスカウトもやっぱ楽しいよね、たまにはね。こういうスカウトもやっぱりやってみるとやっぱ楽しいなって気がします。割と神回になって気がします。 1,2,3,4,5,6,7 スルーでいいかな。これは富田別にめちゃくちゃ強いわけでもなかった。はい、最後です。最後はやっぱねえ、山本由伸さんでしょう。もうここといえばもう山本由伸さんよ。もう負けた試合が覚えてるもん。山本由伸さんえぐいよね。岡山行ったな。岡山だったんだ。へえ、岡山やったんや。岡山行ったわ。そしたらあと誰だ、俺オリックスの選手全然知らないんだよね、申し訳ない。あとはあれか、俺がすごい覚えてるやられたラオウですね。ラオウ行きましょうか。おお、優勝、強っ、やばっ、何この捨て、えぐっ、初めて見たわこの捨ては。前回えぐいのいたけど、両校しかも、やったー、ピッチャー全員出し切っちゃった。はい、今回の振り返りだけしていきましょう。これ意外と裏のね。はい、藤本さん全国大会優勝です。内藤コーリード、武藤大打のキルダ、ほんまに天才かな、酒井、まあ、そこそこだけだった人、松丸、バランスの天才ヒットメーカー、多分意外といい感じな気がする、柳高額確定、全国大会優勝の基軸。いや、全国優勝2人に天才よ。オリックス優勝記念スカウト、なかなか楽しかったね。はいはい、盛大にカットかましてきました。やっぱカットはいいですね。喋らないところが、ずっとね喋りっぱだとさすがに喉が疲れるね。はい、ここは卒業式でございます。皆様泣いてくれますか。泣いていいんだよ、そんな一言に。国信越の燃える男稲垣 1.83、 山下占い師、川口プロ野球選手、佐藤ならず者。お前結構出したぜ俺、佐藤、俺結構周りも出しただろ、結構上手だぞ。ハマのプロ野球選手、百瀬サラリーマン、永田、百瀬とかの方が全然ならず者だよな。肉屋さんプロ野球選手、あ、まあ、村田はごめん、平下家事手伝いかい、家事手伝ってどうすんでいい、なんでよ、まあ、この台は強かった、この台も強かった。ああ、いいね、はい、いい感じで、川岸さん、えぐかった、安倍比に、パワー比に、降格。本当にえぐい。浜野、あれ？俺、待って、肩のアイテム持ってない？俺結構持ってんだよね、アイテム。肩のアイテムない？肩上げるアイテム。うわ、ねえやん。うわー、買っときゃかったー。ちょっとここは皆様の手でオールSにしてあげてください。はい。浜野です。いや、よかった、本当に。浜野でも、まあ、途中レギュラーじゃなかったけどね。ほぼ、
スタメンじゃなく、これはえぐいよね、なかなか。中田、長田は本当に神でした。ほぼもう、オールス100までいけそうやん。いや、だいぶ俺、いい感じに育成できると思う。これはうちの高校史上最強のショートになってくれましたね。あんちは一番最後にしかも MVP 取ってくれたからね。そこら辺本当に激アツでございました。中田です。はい、斉藤さん。ちょっと燃えたね。途中から稲垣にエース交代しちゃったけど。まあよかった。この台はなかなかに強かったんじゃないのかなと思ってます。オール A が3人か。オール A3 人か。で、しかも二刀流でしょ？いや、よかったな、そう思うと。野手全員オール A だしね。この3人は。強かったんじゃないか。割と冗談抜きで。ありがとうございます。皆様、よかったら使ってあげてください。お願いします。はい、ありがとうございます。いや、今回は本当に長田あたりは、すごいなんか感慨深いところはありますね。チャンス F だけどね。チャンスいいだけどね。何回チャンス F になったか。それだけは一生忘れね。はい。こんな感じで、最後抽選会やって、OB だけ見て、終わりたいと思います。アイドルめっちゃいるね。アイドル量産おるね。やったね、アイドル。よし、行きましょう。優勝校としてのプライドを見せていきたいと思います。岸和田高校絶対強いんで、前戦って嫌だったんで、岸和田高校だけは行きたくないです。OK! 最後に、勝ったら戦おうぜ、岸和田。よろしくな。アイドルだけ、アイドルと焼きマスやって、今日終わりましょうか。次回に残しとくとか美味しいことしないんで、俺は。もうそういうことあんま好きじゃないんで、次回に残すとかやめます。はい。今週、OK、いいよ、効率。満腹メイト。天才来るんだったら、金属欲しかったな。この高校で天才来るんで、やっぱさすがだよね。前回も来て、しかも超東大学とつけれるからね、今だったら。よし、来いよ、天才。な感じで、また皆様、次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ひなさんにしようかな。これ、いいところを見せて、また皆さんにお会いしたいと思います。今日はありがとうございました。よいしょかな。またね、バイバイ。なんでラーメン